エルのフレックスエルネマンタワーエルネマンはドイツにかつて存在したカメラメーカーレンズメーカーである。再水混接率時の母体の一つとなって消滅したが別会社となっていたプロジェクター部門は現在でもアーネマン氏のテック GMBH として存在する。1880年創業者であるハインリッヒエルネマンがカメラの販売を始めた。1889年に ハインリッヒ・エルネマンとビルヘルム・フランツ・マティアスによって、ドレーズ・ドナー・フォトグラフィーシャ・アッパラテ、ファブリック・アーネマンマタイアスとして、ドレスデンに設立。1897年時点で、従業員180名規模になっていた。1898年には、ゲルリッツにあった、ヘルプスとフィアルを合併。1900年、会社を代表するシリーズである、ヘーグシリーズ発売。 1903年に、プロジェクター製造に参入、後に登録商標に取り入れられた。1907年には、レンズ製造に参入した。1909年、従業員600名規模となり、以下の設立への参加を脱進されたが、これは実現しなかった。1920年、ローデンストックからレンズ設計者、ルートビッヒベルテレが転職。クルップと共同で、 映画用プロジェクター製造会社アーネマン、クルップキノアッパラテ設立。1923年、ベルテレとアウグストクルークハルトが、L のスター1 0トル f 2と、同1 2 5トル f 1 8を設計。L のスターとは、エルネマンの星のいエルマノックスやボベッテ2に装着されて、夜間の手持ち撮影を可能にした。ドレスデンに工場を新設、本社を移転。 1926年、在水根設立に伴い消滅。ドレスデンの本社社屋はそのまま、在水根の本社社屋、さらには、その後、ペンタコンの社屋としても使われ、その当、エルネマンタワーは、財津の象徴の一つとなった。ロールフィルムカメラ。パーフォレーションのない 35mm 幅裏紙付きフィルムを使用する。 会社名のイニシャルから命名された看板を使うフォールディングカメラシリーズ0からシリーズ16まで存在した一眼レフカメラありがとうございます